こんにちは。最近のスカイリムの問題が何か分かるか。よく見てくれ。探しているものが必ずあるはずだ。もしなかったら言ってくれ。この辺で完全。ちょっと見てくれ。またぜひ来てくれ。テーブル。ご両親はちょっと見て。じゃあ気をつけるんだよ。最高級の肉。ガラクタだっていう人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。幸運を祈るよ。売れた果物、まあいろいろとね。毎日ちゃんと新鮮な果物と野菜を食べるのよ。おかしな真似はしないわよね。何か買いたいならいい品が最高の武器と防備よ。何か必要なものがあったら店の中も見ていってちょうだい。雲地区には頻繁に行くのか。バカな質問だったな。もちろん行かないに決まった。気をつけろ。お母さんと一緒に働いてるんだ。できる。我々は自らの腐敗の中で膨大に苦しむ人たちに死にする。つけろよ。よく来てくれた。見事だ。随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。ではごきげんよう。リスナーと俺は大忙しさ。一つの要塞全体を管理するのは決して楽な仕事じゃない。お前は見かけほどバカじゃないな。こんにちは。友よ、神々の祝福がありますように。今起きてる。魔術師とお見受けしました。こちらはいかがでしょう。才能があるならウィンターホールドにある魔術師大学に入るといい。な。
起きてる戦争について何か用？分かったわ。偉大な戦士たち。お友達にプレゼントを買うなんてどう？そう、親友に。私こそが彼の神聖な言葉を広めるために九つ目の神から任命されたものである。まあ見ていって。毎日ちゃんと新鮮な果物と野菜を食べるのよ。気をつけろ。こんにちは。乗ってくか。どこに行きたい？さあ来い、出発しよう。例の猫族に出会ったことは？確か自分たちのことをカジートって呼んでる連中さ。